はい、皆さん、こんにちは。レック講師の鎌武史と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、第30期の消費生活アドバイザーということで、2010年の登録となります。もう11年前ですかね。はい、となります。今回はですね、消費生活アドバイザーの資格試験の経済分野を中心に解説をいたします。よろしくお願いします。対象となる領域はですね、こちら、公式テキストの3番と書かれたですね、こちらの一冊が対象になりますので、お手元に用意いただければと思います。まずはですね、このアドバイザー試験全体を見てみますと、何と言ってもですね、今年度から試験形式が変わるという形になります。一次試験としてはですね、CBT 試験が導入されていくということになります。この CBT 試験ですけれども、まだ試したことがない、体験したことがないという方いらっしゃいましたら、インターネットでですね、CBT 試験スペース体験などと検索いただくとですね、消費生活アドバイザーそのものの試験ではないんですけれども、CBT 試験の一部をですね、ネット上で体験いただくことが可能ですので、ぜひですね、試験前に見てみていただければと思います。またですね、試験の変更点としては、問題数が少なくなるといったところもありますね。これまでは一次試験としては55問程度だったんですけれども、これが30問になると、言ったことになります。とはいえですね、その試験範囲が狭まったりするわけではありませんので、問題数は少なくなりますけれども、どちらかといえば、複合的な、組み合わせ的な試験問題というのが増えるんではないかというふうに予想をしているところでございます。はい。で、経済分野といったところもですね、その試験範囲としては、従来の試験とですね、大きな変更はないと見込まれます。したがって、試験対策としてはですね、勉強は従来と変わらない形で進めていただければと思います。CBT 試験だけですね、体験いただくということになりますかね。で、なんといってもですね、ポイントはコロナ禍の影響といったところになります。コロナがですね、経済に対してどのような影響を受けたのかといったところが、今年は中心になってですね、出題が予想されますので、今回の解説もですね、こういった点で、コロナ禍に注目しながら、解説を進めていきたいというふうに思います。はい。それでは早速ですね、経済一般知識といったところから、解説を進めてまいります。経済一般知識ですけれども、問われるのは、マクロ経済、ミクロ経済、そして日本経済といったところになります。マクロ経済はですね、家計部門、企業部門、政府部門といった、経済主体がですね、どのように関係し合って経済が成り立っているのか、そういったところを問うというのが、マクロですね。それに対してミクロがですね、その家計や企業といった、その経済主体それぞれの行動が、どのような形で、成り立っているのかといったところが問われているというところですね。で、また、日本経済としては、戦後からのですね、高度経済成長や、変動相場性への移行とか、バブル、その後の景気低迷とか、あと、現在に至るですね、デフレの傾向みたいな、歴史の観点も含めてですね、こういうふうに日本の経済が、どのように今まで歩んできたのか、こういったところを中心に問われていくと、こういったのが、この経済一般知識の内容と。こうなっていきます。で、対応としてはですね、まずは基本的な内容を一通り勉強していくと、こういったことになります。慣れない用語もいろいろあろうかと思いますけれども、それらを丹念にですね、理解していくと、こういったところになります。で、その上でですが、マクロ分野で言うと、財の市場と貨幣の市場ですね。ミクロ分野で言うと、消費者の行動と、生産者の行動と
言ったところを、まあ、特に押さえておくという必要が出てきます。まあ、このあたりを中心に解説をしていきます。まずはこのテキストのですね、30ページ、お開きください。こちらに ISLM 分析とあります。まあ、こちらのですね、図ですね、こちらの理解が、まずこの経済分野に関してはですね、最初の大きなハードルかなというふうに思いますので、このあたりどのようにイメージすべきかといったところをお伝えしていきたいと思います。テキスト31ページの図表2の16をご覧ください。こちら IS 曲線というのがありますね。この IS 曲線何を示しているかというとですね、まあ、これが財の市場ですよといったことなんですけれども、もっと身近なものでイメージいただくと、まあ、皆さん自身のお財布だというふうに考えてください。グラフの横軸がそのお財布をどれだけ開いてお金を使いますかといったところ、縦軸がですね、まあ、銀行の利子だというふうに理解ください。銀行の利子が高いときに、皆さんはどういう消費行動をしますかといったところをイメージいただくと、まあ、銀行に預けてですね、そのお金がまあ、どんどん増えていくということであれば、まあ、無駄なお金は使わずに預けて増やそうと、きっと思われると思います。逆に利子が低い場合はどうでしょうか？預けていてもしょうがないよね。どうせ増えないし。まあ、一方でですね、お金を借りようとしたときにも、まあ、利子が低いということは、そんなに多くの利子を払わなくていいと。いうようなことになりますので、まあだったら少し大きなものを買おうかと。家だとか、車だとか。あ、こういうようなことを考えるのではないでしょうか。そういったことがですね、表現されているのがこの IS 曲線ですね。利子が高いときは、財布から出るお金が少なく、利子が低いときには多くなると。こういったことになるので、この IS 曲線はですね、右下がりの曲線となる。ことになります。一方で、図表2の17にある LM 曲線ですね。こちらはですね、貨幣の、市場ということで、まあ、銀行をイメージしていただければと思います。横軸がですね、こちらも投資なんですけれども、お金が回っている量といったところですかね。縦軸は、まあ、利子になります。で、横軸のですね、投資が増えていく、まあ、世の中にお金がいっぱい回っていくような状況が、まあ、続くと、銀行としてどう思うかというとですね、まあ、回せるお金の量には限りがあるわけなので、回るお金が増えるとですね、それを抑制に入るわけですね。抑制に入るということは利子を上げるということなんですね。逆に市場にお金が回っていないと、もっと回してほしいので利子を下げてですね、供給量を増やすと、そういったことを試みるわけなので、まあ、この結果がですね、この右上がりの曲線として現れると、言ったところになります。まあ、このイメージをですね、していただいた上で、この曲線がですね、右や左に動くんですね。これがどうして動くかといったところですけれど、これもイメージをしてください。お金が市場によく回りそうな雰囲気、まあ、景気が良くなりそうだとかですね、なんかちょっと嬉しくなりそうな雰囲気の時に、この曲線は右に動きます。その逆、お金が回らなそうな、暗い雰囲気になりそうな場合は左に動きます。こういうふうにイメージをしてみてください。IS 曲線の場合はですね、これ政府が減税すると右に動きます。増税すると左に動くんですね。LM 曲線の場合は、日銀が金融を引き締めると左側に、緩めると緩和すると右側に動くというところなので、これがまあ基本的な動きになります。で、一番大事なのはですね、この動きをもとに見なきゃいけないのは、この IS 曲線と LM 曲線の交点がどう動くかということなんですね。テキスト32ページを見てください。左下の図表2の18ですね。短期市場の均衡条件って書いてありますけれども、この IS 曲線と LM 曲線の交点 I0 といったところ、ここに着目をしてですね、線が動くことで、この点がどうやって動くのかといったところを
追っていくというのが、まあ、基本的な対応の仕方になっていきます。具体的にはテキスト33ページ上側のですね、図表2の19ですね、拡張的な財政政策を取った場合どうなりますかといったところになります。まあ、拡張的な財政政策なので、まあ、簡単に言うと減税というようなところですけれども、減税をするとですね、IS 曲線は右に動きます。右に動くとですね、まあ、それまでの交点だった E0 がですね、単純に右に動かすので F のところに行くといったところが期待されるわけなんですけれども、この F のところにはですね、LM 曲線がないんですね。ないので、IS 曲線にこうつつっとこう沿ってですね、LM 曲線の交わるところまで動くんですね。まあ、そうすると E1 っていうところに落ち着いてくると。まあ、こういうふうにイメージをしていただきたいという中でですね、この本当は F に行ってほしいんだけど E1 まで戻っちゃうという、まあ、この現象を33ページにもあるクラウディングアウトとこういう現象になります。はい。で、一方でですね、金融緩和すると LM 曲線が動くんですけれども、図表2の20ですね。まあ、金融緩和すると LM 曲線が右に動きます。まあ、そうするとですね、利子が F までぐっと下がるんですね。下がるんですけど、IS 曲線がないので、IS 曲線が交わるところまでずっと動くと E1 まで動くと、言ったところになります。まあそうすると、まあ投資としてはですね、予定した通りに増えていく。クラウディングアウトは起きないというのが、この金融緩和の、効果という形になります。33ページの右下にもありますが、まあ現在ですね、日銀が行っている質的量的な金融緩和と、言ったのは、この LM 曲線を動かしていると、こういったところなんですけれども、これの限界が今来ているわけですね。どうやってもなかなかデフレが解消しないという、この現象が今問題になっていると、言ったところもあるので、まあ、このあたりはそういうところと、まあ、結びつけてですね、出題が予想されると、言ったところになります。はい。続いてですけれど、ミクロ分野ですね、消費者行動と生産者行動といったところの解説ですね。テキストで言うと52ページになります。はい。こちらはですね、さっきの ISLM 曲線のと、まあ、ほぼ同じ考え方ですね。それが、まあ、需要と供給という名前になっているといったところになります。具体的な需要曲線がですね、53ページにあります。こちら、先ほどの IS 曲線と同じ右下がりの曲線となっています。まあ、これの意味合いがですね、図表4の2のところになりますね。太郎さんとビールの例ですね。まあ、太郎さんがですね、まあ、ビールが900円の場合は1本しか買わないですと。500円の場合は3本買うけど、で300円の場合は4本買ってもいいよと。いう、こういう思いを持っているということなので、そのですね、交点を取っていくと、左下の、グラフになってくると。あ、ごめんなさいね。右下がりのグラフになってくるというところですね。まあ、これ、その値段で何本買うかは、まあ、皆さん、価値観によって変わると思いますけれども、安ければ安いほど多く買うというような、マインドは皆さん、ほぼ同じだと思いますので、まあ、その感覚と従ったですね、この曲線になっているというふうに理解いただければと思います。一方でですね、供給側ですけれど、テキスト56ページですね。供給側の方はですね、値段安ければ作りたくないんですね。利益にならないんで、ね。ただ、価格が高くなると、当然たくさん売ってたくさん儲けたくなるということなので、右上がりの曲線になっているという形になります。で、この需要と供給の中でですね、大事な考え方ですけれども、ちょっとテキスト戻っていただいて55ページですね、需要の弾力性という考え方があります。55ページの図表4の4ですね、弾力的、非弾力的という考え方があるんですけど、これの考え方を少し解説をしておきます。弾力性というのはですね、価格が変化したときに、需要がどれだけ増えるんでしょうかと、こういうことですね。で、これが弾力的だというのはですね、まあ価格がちょっと下がっただけで、うんと売れるようになるといったことで、具体例で言うと、トイレットペーパーで
ですね、ものだとか、あとは嗜好品ですね、ビールとかアイスとか、スーパーでこれらのものが安くなるとですね、トイレットペーパーなんかこう開店前から並んでまで買いたくなるようなものだと思うんですけれど、こういうものがですね、弾力的な製品だということですね。逆に非弾力的っていうのはですね、図表4の5の形ですけれども、同じ、P1 から P2 に値段が下がってもですね、需要の増え方がさっきと全然違うんですね。ちょっとしか増えない、いうことになります。これがですね、該当するのがお米とかですね、野菜のような、日持ちしない生鮮食品のようなものをイメージしていただければと思います。キャベツが安くなりました。半額になりました。と言われたときに、じゃあ倍買いましょうかって言ったら、それはならないんですね。たくさん買っても腐らせてしまうわけなんですね。また、お米なんも、などですね、不作で値段が上がったとなったときに、じゃあ買わないかさ、そんなことはないんですね。量は若干減るかもしれませんけど、やっぱり買うわけなんですね。買わないと、食事が取れないということなので、ですので、価格がですね、大きく変動しても、そんなに消費量が変わらないといったものが、この非弾力的な製品だと言ったところで、理解をいただければというふうに思います。はい。で、先ほどの ISLM 曲線とはですね、ちょっと違うのは、余剰という、こんな考え方をですね、これ取らなければいけないといったところが、これがミクロ経済でまた難しいところになっていきます。テキストで言うとですね、58ページのところですね。はい。予兆の解説の前にですね、まずは市場均衡という考え方を解説しておきます。括弧2に価格調整メカニズム、見えざる手というのがありますけれども、需要と供給はですね、どのように価格や数量が変動していっても、結局この交点のところにですね、最終的には落ち着くと、言ったことをですね、この見えざる手というような表現をしているといったところですね。具体的には、テキスト58ページの下、図表4の10ですね。例えばですけれども、パネル1としてですね、超過供給のケースというのがあります。均衡点がですね、P0 だったとした中で、それよりもちょっと高い P1 っていう価格をつけた場合、どうなるかということになります。P1 をつけるとですね、供給側、作る側はですね、たくさん作りたくなるんですね、儲かるから。なんですけれども、買う側、需要ですね。需要の方は、そんなに買わないんですね、高い。そうなるとですね、いっぱい作るけどそんなに売れないといったところになるので、その部分が超過供給ということで、要はですね、在庫として、積み上がっちゃうということになります。在庫が積み上がるとですね、値段を下げていくということになるので、そうすると需要が増えていって、こんだけ超過供給があるのがだんだんこう少なくなってきて、この高点のところでぴったり収まると。これがですね、価格調整メカニズムですね。これは需要の側も同じで、均衡点より安いところの場合はですね、メーカー作りたくないけど、いっぱい買いたい人がいるということで、じゃあちょっと作るかっていう形で、価格ちょっと上がりながら作っていって、結局、高点のところに収まるっていう、こんなメカニズムが働きますよと、言ったところですね。